始まりました第7試合 IMC インターナショナルムエタイフェザー級王座決定戦です。朝日 PK センチャイムエタイジム、なだかさん、はい、やはりまた練習仲間登場ですね。そうですね、朝日選手は本当一発のパワーに注目されがちなんですけど、はい、やっぱりムエタイの技術も本当に高くて、いろんな引き出しを持っている選手なので、はい、今日はどういう試合を見せてくれるのか楽しみですね。今年の9月にはワンチャンピオンシップとの契約も勝ち取りました。まあ、ただこういう状況ですのでなかなかね海外に行けないというところで、やはりここは国内の試合、まあ大事な、おそらく今年最後の試合ですから、そうですね、はい、しっかり勝っておきたいですね。そうですね、いい形で終わりたいと思ってると思うんで、はい。まあ、対するこのタイのですね、はい、ジョン・ラビー選手、はい、ジョン・ラビーは、どんな選手ですかね。ジョン・ラビー選手は相手のこうタイミング出てくるタイミングだったり、こう隙をついていろんな攻撃を仕掛ける選手、テクニックでこう翻弄するタイプの選手だと思うんで、朝日選手の動きをよく見て攻撃を合わせてくると思いますね。じゃあまず先に仕掛けるのが朝日ってことになりますか。そうですね、どんどん攻撃出していくのは朝日選手の方だと思いますね。はい、はい、さあ、そして、今日は伊藤沙耶選手にも来ていただいてますけども、どうでしょう、放送席でこうやって改めて人の試合をじっくり見るっていうのはどんなお気持ちですか。伊藤さん、はい、ちょっと初めてなので、見ながら解説するのは結構難しいなと思いました。急に聞かれても困るよって感じですよね。いやいや、まあそうは言ってもね、やっぱりせっかくお迎えしてるわけですから、なるべくお話聞いていきたいと思います。はい、でもなんかここまで序盤見ててなんか気になったテクニックありますか、伊藤さん。そうですね、結構1ラウンドからお互い出してるなっていう感じはしますね。おお、ミドルキック、お互い積極的にミドルだったり攻撃出してますね。はい、はい、まあ、これが本当にね、おっとリング上お互い対戦相手とちょっとタイツが、そうですね、トランクスが、ね、出ますね、黒色の同士なんで、はい、かぶったなと思ってるでしょう。ジョン・ラビー選手はローキックでちょっと組み立てようとしてますかね。はい、あー、このローですね、はい、朝日も警戒してます。残り時間30秒、5ラウンドあるのでまだ朝日選手は見てもいいのかなって思いますね、はい。ガードを固めながら出てきました。おー、足を掴んでうまく倒しました。うまいですね、こういうところの技術もありますね、朝日選手。ここでゴング、第1ラウンドが終了です。さて、第1ラウンドをご覧になって七中さん、どうですか。そうですね、1ラウンド目はちょっとゆったりしたリズムだったんですけど、お互い攻撃を牽制し合ってたので、2ラウンド目になってこれがどういう風に変わっていくのか楽しみですね。はい、はい、まあ、なんといってもね、ここまで岩スポーツセンチャイジム、はい、もう絶好調ですからね、今日は。そうですね、いい流れ来てるので、そうですね、朝日選手にも期待したいですね。この流れを朝日に止めてもらいたくないっていう思いありますよね。さて、1ラウンドが終了いたしました。こちらタイ人の選手です、ジョー・ムラウィ。この試合オープンスコアリングシステムを採用しております。ジャッジ3名ともに10対10、イーブン。オープンスコアまだ1ラウンドに関しては差がついていません。そうですね、セコンドアナウンス、セコンドアナウンス。そうですね、得意なボディーブローを多分2ラウンド目からも出してくると思うので、はい、そこにも注目してほしいですね。朝日ですね、はい。第2ラウンドの始まりです。さて、マイヤさん、今日は初めて、ね、はい、この放送席お座りですけども、はい、だいぶこのムエタイ1ラウンドはある程度こう様子を見てくるっていうのが、そうですね、ご理解いただけたんではないでしょうか。はい、分かってきました、はい、2ラウンド目からどんなスピード感と迫力で、うん、展開されるのが楽しみですね。はい、もう本当にね、マイヤさんのコメントもだんだん長くなってきました。ありがとうございます。はい、さあ、2ラウンドに入ってボディーブローを出してきました。これです、これいいボディーブローですね。はい、朝日のボディーブロー、これやっぱりどうでしょう、
なだかさん、はい、このボディーブロー当てるためには何が必要になりますか。まずジャブをついて上に意識いってからボディーブローだったり、はい、ローキックを散らしてからボディーブローだったりとか、いろんなこうボディーブロー当てるためにただボディーブローを汗選手も打ってるわけじゃないので、はい、こうボディーブロー当てるためにいろいろ散らしてるので、うん、当たってくると思いますね。これ左のボディ狙うときはやっぱり左ジャブでいいんですか。そうですね、左ジャブからそうですね、はい、組み立てていくと思いますね、はい、ちょっと腹お腹に嫌がったかもしれないですね、ジョン・ラミ選手。ボディストレート何発か打った後に左ボディ出しました。こういうボディボディボディっていう打ち方もあるんですね。そうですね、でこの後こうボディに意識いったときにこう左フックも朝日選手は得意なので、はい、それも狙ってくるんじゃないかなと思います。まあね、ボディもらうと本当に息が詰まるっていうことも ね、 そうですね、よく言われます。伊藤さんなんかはどうですか、こうボディで息が詰まった経験っていうのはお持ちなんですか。そうですね、結構私は無理体の性が多いので、はい、結構ボディは嫌です。どうですか、こうもらった時の気持ちって どんな感じですか。まあ、結構息できなくなることになったりしますね。膝とかいいタイミングで首相撲でもらうと膝は痛いですね、うん。まあ、なんで息は止められるよりも止める方がやっぱりいいですよね。そうですね、はい、やる側がいいですね、はいはい、でも今ジョン・ムラミ選手、朝日選手の右のストレートに合わせて肘を出したので、はい、ちょっとそれを狙っているのかなっていうふうに思いましたね。はい、ロープを背にしています。でもこのロープを背にして、ね、戦うのが好きな選手もいますから。そうですね、一概にはもう言えませんよね。ロープ背に して自分のリズムを取ってくる選手もいるので、はいはい、踏み込んでいたところ左合わせました。バランスを崩しました。残り30秒を切っています。第2ラウンド、また左ボディ、ちょっと肘今合わせましたね、ジョン・ラビ選手。ちょっとジャブから行った方がいいですね、はい、右、やっぱり打ってくるところ見てますね。そうですね、ジョン・ラビを見ています。行こうしすぎるとジョン・ムラビ選手も肘を狙っているので、うん、ちょっと左フック、そうですね、今のでも左フックはいいんじゃないですか。そうですね、よかったですね、はい、ここでゴング、第2ラウンドが終了です。いや、だんだんこのジョン・ムラビを出してきますね。そうですね、肘打ちを狙っている感じですかね、はい、はい、まあ、肘で一発これ切り裂けば流れというのは変わります。まあ、伊藤さんもね、今日試合で肘打ち出してましたけど、はい、これ女性でもあるんですよね、肘打ちって。今回パンチと肘を練習したので、はい、出していきたかったんで。あ、はい、やっぱり練習したことはなるべく出したいっていうね。そうですね、なるべく、はいはい、ちなみに人を切ったことはあるんですか。切ったことはないです。切られたことはあるんですか。切られたことはないんですけど、鼻が折れたことあります。まあ、お顔を見るともうすっかり修復されてるようです、まあ、鼻の骨っていうのは折れやすいって言いますからね。そうなんです、人間の骨の中でもやっぱり柔らかい、柔らかい、まあ、逆に一番硬いのは頭の骨らしいんですけどね。あ、まあ、時々やっぱり鼻曲がってる格闘家っていますよね。そうですね、はい、さあ第3ラウンドが始まりました。まあでも、マヤさん、はい、この女性で鼻が曲がるっていうのはちょっと想像するだけでもね。そうですね、怖いですよね。折れたついでにちょっと高くして直したいぐらいですよね。なるほど、確かに怪我の巧妙みたいな感じでね、はい、より高くなるとやっぱりこれはプチ整形な感じで良くなるかもしれません。大事ですからね、はい、凹凸、そうですよね、一体感、確かに。さあ、第3ラウンドが始まっています。ハイキック、うん、またボディです。ボディから右出してきました、朝日。おー、いいローキックですね。パンチからやっぱローキックは当たるので、 よく、はい、ちょっと手数増やしてきましたか、朝日は。そうですね、ローがいいですね、はい、下から崩し出しましたかね。かなりインアウトと両方出してきます、はい、あー、踏み込んで膝、ジョー・ムラビーも膝も使ってきます。そして打ってきたところを左返してきます。うん、あー、ボディですね。あー、インロー、か
なりローキックを増やしてきた朝日。そうですね、ローキックからボディがいいですね、はい、ちょっとこの辺りでローキックのスイッチを入れてきました。これで攻めようっていう作戦ですかね。そうですね、でもジョン・ブラミー選手もあのローキックもらっても結構前出ますね、今ねジョン・ブラミーのパンチも当たりました、はい、お崩しを見せた。このボディがちょっとジョン・ブラミー選手があのタイミングを分かってちょっとガードしてきてる感じがするので、いろいろこう散らしながらボディも狙った方がいいですね、はい、選手は、残りが1分を切ります。第3ラウンド、お互い牽制してる。おお、左肘が狙ってますね、ジョン・ブラミー選手。おお、うまい、うまいですね、崩した崩しはうまいですね、足元をすくいました。こう強打に目が行きがちですけど、こういう技術もすごいあるので朝日選手は、はい、ボディ残りが30秒を切っています。ローキックいいですね、うん、このラウンドからかなりローキック出してきました。残り時間が少ない。おお、右ストレート、おお、キーダーダウンダウン、右ストレートでダウン、ね、どうだ、立ち上がりました、ジョー・ムラビー、アッパーからストレートですね、はい、はい、いや見事でした。あ、ここで終了です。第3ラウンド終了です。ローキックから下意識ちょっといったところに、はい、アッパーからストレートうまく当たりましたね。いや打ち抜きました。それではリプレイで見ましょう。一回持ちこたえたんですけど、やっぱ足に きましたね、これですね、はい、上から打ち下ろしで、どうでしょう、まあ、時間に救われましたが、そうですね、ダメージはどう見ます、このインターバルでどれだけ回復するかって感じだと思うんですけど、やっぱり多少は 残ると思いますね、はい、やはり10対8、そうですね、じゃあ、まあ、当然ねダウンを奪いましたから、はい、10対8と2ポイントの差がついています。朝日選手はここでリードしたので、ちょっとあの精神的にも余裕ができるかなっていう感じですかね、はい、まあ、こうやって意識をね散らしておいて、他に目を向けておいたところで、そうですね、攻撃を当てると、まあ、伊藤さん本当に簡単にね練習してきたそのパンチだったりキックってなかなかそれで倒すって難しいんですよね。難しいですね、そっちに意識 しちゃうと他のが結構出なくなったりするので、はい、それもちょっと難しいですね。なるほど、ですから、まあ、その他に意識を散らしておいて当てなきゃいけない、まあ、今みたいな朝日の動きっていうのは非常にこう参考になりますよね、はい、さて第4ラウンドが始まっています。先ほどのラウンド終盤でダウンを奪いました、ボディから顔面へとつないでいきます。おー、崩し、うまいですね、いやー、こういう崩しのテクニック非常にうまいですね朝日ね、はい、やっぱタイミング見てしっかり軸足買ってるので、はい、技術ありますね、うん、パンチ顔面に当てます。これ顔面打ってるということは、なだかさん、はい、次また違う方向に攻撃行く可能性ありますよね。そうですね、これ上に意識いったところでローとかも狙、はい、もちろん狙ってると思うんですけど、これですね、はい、そうですね、あ、やはりもう言った通り、そうですね、やっぱ散らすのがうまいですね。そうですね、はい、これをそうですねされちゃうと、うん、ジョン・ブラミー選手からするとどこから来るのか分かんないので、はい、戸惑うと思います。こうやって顔面来たなと思ったら次今度下に来るという、はい、うん、ナイスローですね。パンチからそしてキックへとつないでいきます。おう、組んでき
ました。ジョン・ムレイ、おー、ボディストレート、そして今度は顔面です。打ち分けてくる。ジョン・ラビ選手も結構あのボディだったり顔面の攻撃被弾してると思うんですけど、はい、なかなかあの気持ちの強い選手だなと思いますね。そうですね、はい、いやこれも大事なラウンドですよ。縦肘、おーローキック続けて蹴ります。伊藤さん結構前足もらってますよね。そうですね、高くなってますね。はい、うまいですね、ジャブで自分のタイミングを測ってますね、はい、残り時間30秒切っています。おい、ただ朝日選手の中だと多分ボディーブローで倒すイメージがあったと思うので、はい、予想以上にタフだなっていうふうに思ってると思いますね。ガードを下げている朝日、上げました。まあ、ここでゴング、第4ラウンド終了です。いやしかし4ラウンドはかなりこの内訳というのが目立ちました朝日。そうですね、はい、こう上打った後にしっかりボディまでつないだりとか、ローキック打った後にまたこうパンチを上に出したりとか、はい、いろいろやっぱり引き出しがあるので。そうですね、はい、3ラウンドダウン取って、まあ、そのままあの場合によっては行く人も、はい、つまり倒しに行こうという選手もいると思うんですけど。そうですね、やっぱりあのジョー・ラビー選手の肘打ちを多分警戒していると思うので、はい、あんまり深追いするとやっぱりカウンターの肘が危ないっていうふうに思ってると思うので、うん、そうですね、全然安全に戦ってるっていう感じですかね、はいはい、深追いしませんでした。朝日はどうでしょうね、もうポイント上は次のラウンドは流しても大丈夫だとは思われます。そうですね、次は倒しに行くか流しに行くかって感じだと思いますね、はいはい、まあ、普通に考えればここはもう流しに行きますかね。そうですね、はい、最後のラウンドです。ジョームレイビー、そうですね、朝日選手はちょっと流しにかかってるかなって感じですね。そうですね、よく相手の動き見て、はい、こうもらわないように被弾しないようにやってる感じですかね。自分から行かないですもんね。そうですね、こう合わせるミドルだったりっていう感じですかね、はい、まあ、来たら行くという感じでしょうか、はい、ジョムラビ選手はあのポイントでリードされているので、はい、前に出るっていう感じですかね、うん、前に出てポイントを取ったりダウン取ったりしないと厳しいと思うので、はい、まあ、伊藤さんも今日は判定勝ちしましたけど、最後のラウンドはもうある程度いけるということで、まあ、向こうが来たら行くみたいな感じでしたか。そうですね、ちょっと流しちゃいました、はい、でも自分はすごいそういう流したりそういうする技術も好きなので、はい、すごい見てて面白いですね。まあ、これがムエタイのね、はい、まあ、セオリーといえばセオリーですから。そうですね、ムエタイは結構無理に行って肘とかもらっちゃうと一発で終わったりする可能性もあるので、はい、ちょっと5ラウンドは流しました。そうですね、勝ってる時はもう行かないっていう選手は多いですね、ムエタイの選手。どうやら、まあ、朝日もそのようです。もちろんジャブ伸びましたね、はい、まだ狙ってますね、ジョン・ラビ選手。このジョン・ラビの動き警戒しながら自分からでも仕掛けはなさそうです。そうですね、見ながら、うまく見ながら合わせてっていう感じですかね、はい、選手は。残り時間1分、ジョムラビ選手は一発当てたいところでしょうね。うまいですね、相手がこう出てくるタイミングで前蹴りを打って離して、
30秒です。朝日はもう安全運転のままこのまま試合終了を待ちます。それ満載ですね。もう、はい、ジョン・レビーも諦めましたね。もうね、そうですね、はい、メタイだとこれはもう本当によくある光景ですね。こう、日本の格闘技の試合ではめったに多分もう見ないと思うんですけど、はい、お互いがもう勝敗を認めて試合をしないでリングの上を歩くっていうのはメタイの試合ではよくありますね、はいはい。まあ、西洋のスポーツなんかでもよくありますけども、はい、最後はもうある程度諦めるというようなところはあります。いやでもムエタイらしいいい試合だったなというふうに思いますね、はいはい。まあ、朝日のテクニックが本当によく見えた試合でありました、はい。50対46が1人、50対47が1人、49対47が1人、大差の判定勝ちとなりました。いやでも今日は、はい、エイワー、それからセンチャイジムは全員 KO で来てましたから、そうですね、この朝日が続くことできなかったですね。まあでも朝日選手はいつもそうですね、持ち味の KO は今日はできなかったですけど、でも新しい朝日選手のこう上手い朝日選手が見てる人には伝わったのかなというふうに思いますね、はい。IMC インターナショナルムエタイフェザー級のチャンピオンベルトが腰に巻かれました。朝日 PK センチャイムエタイジム、タイのジョン・ムラビーディフィナスジムを判定で下しております。